はい、こんにちは、モンペです。来週の土曜日、慶応杯スプリングカップに相場であるエングレーバーが出走の予定です。勝てんの？だ、誰？そんなことはどうでもいいでしょ。エングレーバーちゃんは勝てるの？え、どうでもいいの？まあ、エングレーバーちゃんですが、ちょっと相手は厳しそうですね。今19頭登録していて、まあフルゲートは18頭ですね。で、クリノガウディが今週の日曜日に走ってるので、連投で来るかどうかはちょっとわからないので、まあクリノガウディがいなくなったとしてもやっぱり相手は厳しいですね。どんな馬が強敵なの？強敵はたくさんいるんだけれども、やっぱり NHK マイルカップを勝ったラウダシオン、これは本当に強いでしょうね。で、エアアルマスっていう東海ステークスダートの重賞を勝った馬が久しぶりにですね、芝にやってくるんですかね。一応登録してきてるんですよね。で、まあ G1 馬といえば他には星雲構成もいますね。うん。で、まあミッキーブリランテとか、そうですね、グルービットとか、あるいはそうですね、シャインガーネットとかも重賞馬ですよね。もちろんキャロットのシーズンズギフトも、ギフトも怖いですね。じゃあ負けちゃうの？まあでもね、勝つことを期待したいです。うん、まあやっぱりね、久しぶりに相場が重賞出るっていうだけでも本当にありがたいんですけれども、府中の芝 1400m のレースなんですが、今回騎乗する浜中騎手ってこのコースすごくうまいんですよね。だからちょっと期待はしています。まあどうなるか分かりませんけれども、一発あってもいいんじゃないかなと思います。人気もね、やっぱりここまで相手が揃うとそこまで人気にならないと思いますので、まあノーマークからの一発、ちょっと穴開けてほしいなと期待してます。まあ馬券買わないけどね、応援はします。じゃあね。な、何だったんだろう、なんか僕の妄想だったのかな。まあエングレーバーですね。おそらくこのままですとちゃんと出ると思いますので、もしよかったら応援してください。じゃあまたね。